合気道はですね、開祖、私の曽祖父にあたります上柴森平王が、日本の伝統奥義をの武術、武道を極めて、そしてさらに厳しい修行を得て、創始した現代武道でございます。合気道には試合がございません。それは開祖が真の武道はいたずらに力で争うものではなく、自己の人格形成を誘導する武道であるものであるというふうに捉えたからです。二人一組になって、お互いに技を交互に掛け合って、体と心を強くして鍛えていくと、そういった武道となっています。